た。やってた。やっほー。ちいさまもやっほー。みんなおはよう。ちょっとラジオですが。計画的犯行でした。みんなそわそわしただろう。シオン寝ようとしたら始めちゃったよん。やっほー。いやいやいや、おはようみんな。葵ちゃんはおはようだよ今日今。いや寝てないんだけど別に。まあ寝たんだけどね。そう電車でさ寝たの今日。聞いてみんな、今日ねこの計画的犯行に至った原因は全てそのせい。聞いてみんな、今日帰り電車に乗ってたのね。で自分の最寄りの一個手前の駅で、あ次だって思ったの。思って次に気がついた時にはあれ自分の駅の次の駅だってなって、まあ戻りの電車はなかったんだよねっていう話。でも今日はそうタクシー使おうと思ったのも。でもなんか割となんかそんなにでっかい駅じゃないとこで降りちゃったからさ、なんかもうちょっと先行けば逆にでっかい駅だったんだけどさ。まあしかも木曜日じゃん。木曜日って言うて終電逃す人とかおらんのよ。でタクシー乗れば行ったらさ、なんか一人待ってる上にタクシー一台もおらんの。来る気配もない。もうああもう歩こうって思って歩きました。そう頑張って歩いて帰ってきたんよ今日。しかも駅に自転車置いてんだけど、自分家に直接帰った方がちょっとだけ近いから駅に自転車置きっぱなの。あーやんだ、明日駅自転車あーってなった。サラちゃんこんばんざーい。水道止まったり充電は逃してないよ、終電だよっつって。それもう最近ボロボロやんね、うちマジでやばい。ダメかもしらんね、本当に。よくないわ。 100% 寝てると思ってた。もう全然起きちゃった。計画的犯行よ。サラちゃんありがとう。サイリンふと二駅ぶらぐらい記憶ないの。それよくあるよね、これ。っていうかね、よくあるっていうか、なんか電車逃すとき大体これ一駅前の記憶あるの。そういい汗かいた、暑い中ね、ほんといい運動した。で帰ってからはね、もやしのナムルを食べた。 200g のもやしを食べました。ヘルシーかも。頑張って歩いたんだよ、うち。褒めてみんな。この間も、あと3駅で甲府だって次気づいたら甲府出発してたもん。あらー。で、なんかマジでうち終電逃すとき大体一駅前の記憶はあんの。あ、次だって思って、うん。でしたら、次の瞬間にはもう過ぎてんの。なぎぼちゃんこんばんさい。土曜日の前に水道と、いや、それはやだ、それはやだ。せいで集団逃してほしい。なら、ジュムさんやっほー、ザイさんもやっほー、お疲れ様いっぱいやる。やったー、覚えてくれた、やったー。ハスキーありがとう。ちな俺の前興奮次の日マジで、うわすごい犬ちびろいしとる。でも大体さ、その自分の乗ってる電車方面の方がさ、そんな大都会に住んでない限り先に終わるじゃん。基本はさ、その都心から離れていく電車の方がさ遅いじゃん、終電って。帰宅側だから大体。だからね、なかったんだよ。泣いた。しかもなんか今日帰り道なんかすごい電車あんま分からんけど、寝とるけん電車なんか基本あんま分からんけど、なんかすごい混んでた気がする。クラマさんこんばんは。終電逃したほい、もう大してか変わらんかも。
全部それじゃん。イヤホンなくしたもそうじゃん。全部それなんだか。飲み屋街から家までの電車は終電が21時。それはね、早すぎるかもしんない。でもさ、会社員の人ってさ、何どんぐらいの時間に飲んでんのそれ。でもライブぐらいの時間ってことだよね。ギリギリだね。昨日のお休みちゃんと言う。あ、気づかんかったわ。すごいな、なんかさ、困る。困らんけど。あ、気づいてないのが一番面白いよな、自分が。すごい。ハッピーじゃん。波の固定コールを募集します。今この子は直近にあってできることを考慮されてます。泣いた。お前それな、何がいいんだろうね。19時には近所の商店街。やば、早っ。田舎なので終電とは無縁です。なんで無縁なん、田舎だと。絶対だよ、一瞬に似てるのよ。ごめんけど、ごめんけど気づかんかったんだって。おやすみちゃんって言うやん。あ、あすごい、ほんとじゃん。マジで言うとほんとに気づかんかった。ねえ、面白い。面白いな。廃線？え、電車がないってこと？そもそも終バスってこと？もしかして。でも田舎の終バスってさ、18時とかだよね。結構待って、18時だっけ19時だっけ、マジそんぐらいじゃない下手したら。あ、そうだ、なんだい、5日のチケットリセール最低で取れた？5日ね、キャン、あ、そう、5日さ、そうだそうだ、もしね、行けなくなったって人はちゃんとキャンセルしてねっていう、多分それで行けるようになる人がいるからさ、つって、それかまあ余ってるチケット渡すでもいいのかもしれない。この前買った、ああ、大丈夫だよ、ちゃんと撮っております、写真を。基本車、なるほどね。確かに田舎の人は基本車だわ。確かに確かに。だって福岡の友達、福岡も割とさ、もう結構車で移動すること多いからさ、ま、電車も結構、結構は嘘だわ。福岡ね、電車言ってなんか通ってないからさ、あのバスやから基本、福岡市内とか特に、その電車はだって言うて路線2個ぐらいしかないもん、福岡市。2、3個、それは言い過ぎ。地下鉄が3個、西鉄とあと JR とか。中心部であれだからね、電車はマジで発達してないんだよ多分福岡で。もその分バスが発達してるから何も不便じゃないんやけど。ゆきやっほー、マサさん2度目の方もこんにちは。たまにアイドルで言う人いるけど、こんなに身近に推してるオタクにスミちゃんがいるにもかかわらず、あれは大胆。大胆だったらしい。でもおやすみちゃんは良くない？もう本当にごめんけど気づかんかった。気づかんかったし、おやすみちゃんは言うんよ。いや、リセール取れるわけないだろ。ちょっと頑張って応援してる。わかんない、車ないとタクシーね、ウーバー乗ったり宅配ピザも県外もわかるけど、うちも田舎住んでたことあるからね。
おやすみちゃんじゃなくておやすみちゃんって意識に変えてもなんでよ。おやすみちゃんって言うもん。まあ、いつかは8割諦めてる。でも2割があるから。とっても応援しています。そういえばネイルが2本目取れてないって言います、葵ちゃん。でもいけないよ。7月は現場減らしたお金貯めたい。何かあるん逆に9月に。よっこらせ、よっこらせ。でもね、7月は遠征がもういっぱいあるので、ちょっとね、詳細出るのまだかかりそうなんですけど、わかんないけど、なんかね、まだ出ないんですけど、もう今よし戻ってきた。葵ちゃん寝る準備完了。それは嘘だ。嘘じゃないかも、あながち。昨日一日お休みちゃんだけでニコニコな、幸せなら OK だわ、それなら OK だわ。10月に何かあります。何、何があるの10月に。タッキーさんこんばんは。ラップネームさんもこんばんは。ちょっと小腹すい、小腹すいて作るもの、お好み焼きなのすごいやろ。古田さんやっほー。よしくんさん初訪問さんいらっしゃい、こんにちは、やっほー。そういえばさ、今日の配信まだな、まだ自己紹介してないよ、みんな。皆さん、こんにちは。日本の魅力をおもてなしの心とエンターテインメントの力を使って、世界に発信していくアイドルグループ、バンザイジャパンの福岡県の伝道師、七瀬葵です。よろしくお願いします。チャンピオンが取れないよ、沼入った。タラちゃん、ヤッホー。チャンピオンはね、もう取れないときは取れない、あれ。最近やってないんだけど。エペックス。最近さ、裏でちょっと別のゲームハマった。完全に配信用じゃないと思うけど。待って、充電がなさそう。10月といえば、僕の彼女、そうなの？知ってる、ありがとう。知っとってくれてありがとう、おやすみちゃん。でもこれ言うとすみちゃんにおやすみって言っとうと、これはでも違うよね、おやすみちゃんはおやすみちゃんなんよな。ヤネル青いのありがとう。3連続にやってられ、わー悔しい。でも2位まではね、どうなんだろうね、どうなって、結局はでもどうやって2位になったかだし、チャンピオンは運だと思ってる。いや嘘だけど、いやでも上手い人でもチャンピオンになれるときとなれんときは全然あるしね、あれは運だと思ってる。最近ね、あのシティーズスカイラインっていう、なんかあのただただ街を作るだけのゲームにねちょっとハマってる。あれね、多分ね、雑談用ゲームにはなるかもしらん。マジで何にも考えん、いや何にも考えんだよ、嘘やけど。いやクソゲーみたいな、クソゲーじゃないんだけどね、多分。彼女いる、なるほど、そっか、うちとは、うちのことは。やばい、だるい女したわ、やめとこう。
さっきハニーローストピーナッツモリモリ食ってたら賞味期限1ヶ月前に切れてても、あらまあ、でもさっきなんか1ヶ月ぐらいなんか賞味期限切れてたごま油使った。ごま油って賞味期限あるんだねって思いながら、でも使い切ったけど買わなきゃ。卵まんじゅうさん、はじめましていらっしゃい。さすがにそっかなんだっけ、それの話した時の持ち丸の言葉、一生面白いけど一生覚えられん。なんだっけあのゲーム時期、そう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 、えね、めちゃくちゃな街作るシリーズ、それ誰の見てんの太郎ちゃん。ちなみにハマった理由はあるんですけど、大谷さんなんだ。あー、うち胃薬めっちゃ苦手なんよね。いや多分絶対にあの苦い粉のやつしか飲んだことないからやけど、えそれって妄想とか虚言じゃなくてあ面白いな、もちまる。あそう、今日ねもちまるにポッピングシャワー買ったらね喜んだすごい喜んでた。今日までさ、今日までサーティワンさ、そうレナさんがツイートしてて、うちは知ったけん言ったんやけど、あのサーティワン今日までさ、あのなんか10個までトリプルポップ増やせるよキャンペーンやっとってさ、でもさ10個って多いじゃんさすがにって思ったし、そもそも3つでも結構なんじゃないかって思って、なんか4つだけにしたの。そしたら意外とちっちゃくてちょっと後悔したそれレナさんに言ったら変わらんやん4つはって言われちゃったわかる。え、そうだよね、なんか胃薬ってさまずすぎて逆に吐くかと思うんやけど、あいついなくない、ちょっと面白いポッピングシャワー。でもさ、ちいさんはそんな結婚してくださいとかアイドルに言ってたらそりゃそう言われるよ。はやとさん、わかる？めっちゃ好き？最近それめっちゃ見とる。ちなみになんでシティーズスカイライン最近ハマったかっていうと、なんか栗田さんと話した時に栗田さんがゲーム実況はやとの野望しかわからんって言って、うわー懐かしいって思ってね、久しぶりに見始めたらシティーズスカイラインやりたくなったっていう。ちいちゃんさん、はちゃもんさんいらっしゃい。レナさんがひよ、言っとったん？そう、ひよっちゃった、ひよっちゃって、ひよっちゃって、やなんか1個しか追加、なんかすごい食べたい味的には5個あったんやけど、さすがに食べ過ぎかなって思って5個は1人で、でもそしたら1個が意外とちっちゃいの、全然5個いけたやんけーってなった。マジで1個100円で追加できたのにちょっと後悔した。はじめまして、8183、なんて呼んだらいいですか。来てくれてありがとうございます。日本の魅力をおもてなしの心とエンターテインメントの力を使って世界に発信していくアイドルグループ、バンザイジャパンの福岡県の伝道師、七瀬葵です。よろしくお願いします。彼女も理解してくる、めっちゃ優しいじゃん。ハヤトの野望しか知らない。そうなんだよそう、なんか栗田さん、ちょっと俺はゲーム実況系わかんないからなつって、栗田さんがハヤトの野望しか知らないんだよってなんでそこなんでそこってなるけどそうそのシリーズ飽きないんだよ、面白い。絶対に成功してはいけない実験シリーズだと思ってるから、どう頑張っても市民にお水を飲ませたらさすがに失敗するんよ。そう、飽きないよね。一時期めっちゃ見てて、本当にでも上京したてぐらいにめっちゃね、一人で家でシティスカイラインやってた。それ久しぶりに最近やってる。この名前でヤイバさん、ああなるほどね、
よかったら覚えてください。ありがとう。ぜひまた配信に来てくれると嬉しいです。お互い、あ、そうなんやね。へえ。すごい。でもなんかそういう趣味合う人っていいよね。趣味って。なんかあったらすぐに趣味合う。そうなんだよ。たんたんね、わかる。あとあのなんかそういうことしてる時の笑い声ね、いいよね。太郎ちゃんとマジでなんかよく話し合ってびっくりする。もう私、いやいや、葵ちゃんよ、葵ちゃんのことじゃないよって言いやがる。私は言ってやろうかと思ったの。8月20日ラジオ、それ東京でも聞けるんですよ、みちゃん。あとなんだっけ、表紙になったんやね。表紙ね、表紙の写真ちょうだい、ちょうだいって言って。そうだよ、葵と結婚するんだよ。いやー、結婚しないかな、ちょっと。あの、いやでもさ、それこそさ、泣いた、どんまい。あおいちゃんがって、あ、そうなのね。じゃあ聞けるじゃないの。ゲームの趣味も、ゲームの趣味、わら、もう合うね、ね、合うね。趣味めっちゃ合うやん。だってさ、正直ゲーム実況者ってさ、めっちゃおるじゃん。言うてでもまあ有名な人ではあるけどさ、でもさ、ゲーム実況者ってさ、その界隈では有名だけど、そのゲームを知らない人からしたらさ、マジでさ、正直さ、そのゲームの中で一番有名みたいな人でも、そのゲーム知んなかったらマジ知んないじゃん、正直。だからそれで会うのすごい嬉しい。アマス一緒やりたい、マジ。アマースはね、アマースはね、あの友達がいない人からしたらマジハードル高いけんね。メッサの目、あ、バレた。なんかね、あの胃薬の話したらやばい、今日漢方飲んでないって思い出しちゃって。漢方飲んだらすごい飲むの下手やったけん、今喉の奥側にすんごい苦いのがおんの。最悪。苦い。モンハンとスマブラを永遠に待機している。ん、モンハンは、モンハンはね、あ、でも今スチームモンハン半額なんだよね、確か。ライズサンブレイクが、あれもう出たんやっけ、あれ出るんだっけ、出たんだっけ、どっちだっけ、あんまり分かってないんだけど、そう、電話しといた、あざっす。ちょっと見よう、これ。ちょっとでもね、今ねコンタクト外したのにメガネ見失ったんよ。どこ行ったん、うちメガネ。ちょっとメガネ見失ったらさ、もう何も見えないから。いや何も見えないよ、嘘なんだけど。そんな視力悪くないけん、分からん、視力悪くないの範囲が分からんけど。でもなんかコンタクトの度数合ってんのか分かんないんだよね。笑ってんの。いい笑顔。粉薬は下を向いて、どういうこと、無理やろ。サンブレイクもう出たんか。青いちやん、そう、青いちやん。
メガネね、メガネ、そう、でもメガネ最近さ、この自分の使ったメガネみたいなメガネのさ、今めちゃめちゃ UV カットじゃない？これ毎回言っちゃう。ブルーライトカットのメガネなんやけどさ、やけ外でつけれんけどさ、最近さ、なんか、すんごいなんか近所の、なんか、ところで買い物するときとか、なんかそれこそなんか、意外とお洋服近所で買ったりすんのよ。近所は嘘だけど。なんか、ちょっと自転車こげば、みたいな。とこに行ったりするんだけどさ。めんどくさくて。でも、そういう時にさ、なんかドンキ行くみたいなノリでさ、本当にね、全然メイクしないで剃ってることあんの。でもそういう時に、マジで、メガネしたいって思っちゃう。最近。どうでもいいけど、今日タクトツアーしてて、なんかの愚痴話の本当にどうでもいいよ、ちなみに痩せなあかんと本気で思った。それでも結構ずっと痩せる痩せるって言っとらんすみちゃん思わずね、葵ちゃんをショートキルせな、やだよ。逆にうちがインポスターやった時に、全然上手にキルできるわけないのに、キルしたら絶対詰められるんだ。りょうまさん、初訪問いらっしゃい。プチコさん、2度目の方もいらっしゃい。こんにちは。浮く薬は下を向き、沈む。でもさ、下向いて水飲むってどうやって飲む？ちょっと飲んでみよう、今。下向いて水。ああ、そういうこと？でも、もううち、なんか水を流し込んどいて、口の中に。で、その奥にもう入れる、粉薬をっていう方向でやってる。まあ、その話のもとか可愛くねみたいな話になってんだよ。お前の方が可愛いなるほど、ありがとう。いや、でもね、多分それはね、その元の方が可愛いと思う。さすがにちょっとそんな顔面に自信ない。そんなぐっさりさだろ、分からん。矢の先端ハートかもしれんよ適当に言っとるかもしらん。おいちゃんを詰めるなんて しないよ、されるやつだ。でもここいましたよねつって、どっから来ましたつってかも他の人の位置全部洗い出されて絶対自分ってなるやつだ。怖いよ。でもさ、ちょっとやってみたいのは、ドレファン最近ハマってるじゃないよ。流行ってるやん。あっちの方がまだなんか、楽しそう。あーたくん、こんばんさい。いや、僕の元が多い。ありがとう。自己肯定感、上げてくれるやん。やば、何そのかっけえやろ。やば、もうほんとしんどい、もう。いや、これはもう全部すみちゃんのせい。おはよう。うとうと。やば。矢のセンターとか、コーセンに伝えといて、じゃあそれ。なので、自信持ってください。ありがとうございます。寝起き、おはよう。おはげ、心の修復をしています。なんかすごい顔したアバターや。変わって生きよるんやけど、アバターが。大丈夫、展開前はもう釣ってんのよ。それはちゃんと釣られてんのよ。それは
ますな。あれはもうマジで友達いないとしんどいゲームで、なんだろうな。でもね、結局ゲームって何にもよるよね。なんかアモアスみたいにさ、絶対に人がいないとできないゲームと、逆にエイペックスみたいに人がいてもできるけど、マルチでも楽しいけど、一人でもまあできなくはないよねみたいな、一人でもまあできなくはないよねみたいなゲームじゃないとちょっとできないんだよ。おはよう、ちえさま。じゅんぺいさん、はつもいらっしゃい。最近は展開に行くとギターの弾けがない練習しようし、すごいハッピーじゃん。いいな、楽しそう、ワイワイしてるやん。お好み焼きに使う水は炭酸水の方が美味しいって聞いたことを思い出してる。なんで何、お好み焼きまだ作ってるから、そうなん、なんでシュワシュワするん、なぜなあ、ダメだった。なぜででででだだだだだ。なんか今日の配信いいねいいね、したらじゃあ高評価をしといてね。ないけどこれありがとう。ふっくらするんか。え、お好み焼き、うちお好み焼き、広島のお好み焼きが好きなんだよね。広島行きたい。え、マジでね、広島で食べたあのおばあちゃんがやっているすんごいこじんまりした店のお好み焼き屋さんの味が一生忘れれんってくらい美味しかった。マジで美味しかった。あの店のお好み焼きが世界一美味しかった、今までの中で。マジでマジで美味しかった。本当にまた行きたいけど、ちょっと不便なところにあるっていう問題。言わせて言った意図と思う。何のことかな、何のことかな、気のせいだよきっと。なんかこうシュワーって平日夜中に暇してる社会人が10人ぐらい、すごくない？それでも社会人って夜中いないよ、知らんけど。普通だってさ、いやこの時間起きてる みんなすごいよマジでちなみにすごいと思う、みんな。ありがとう、こんな夜中に配信しても来てくれて、いつもありがとう。なるほど。だってこんな夜中に起きてる社会人なかなかいないよ。わざわざ起きてないと起きれないよこんな時間。いやわかんないけど、お腹すいた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 。なあだけでしょうか、サック系に引っかかることに。すごいやろ、天才だからね、あほいちゃん。これ終わったら秒で寝てる。寝なね、ちゃんとゆっくり。夏バテ週さん、ちょっと噛んだけど。あとはもうさ、いらっしゃい。夜勤とか、ああ、逆にね。空腹って寝つけ、あ、それはね、マジでわかる。うちお腹すくとマジで寝れんけんね、本当にね。よくやるのはグラノーラを牛乳もかけずにちっちゃいスプーン一杯分だけ食べんのそしたらちょっとお腹に入ってきて寝れる。寝れないウィークだから夜中配信ちょうどいい。やったね。まあ生活リズムにもよるか。いやでもみんなすごいよ、本当に。本当に人間って生きてるだけで偉いと思うもん。ちゃんとゆっくり寝なねっていう時間じゃないの、それはそう。起きたら洗濯、やばいね、待って、洗濯機回し忘れた、もう無理、今から回しても。
終わる頃には寝ちゃうよ。泣いた。なんか忘れてると思った。顔の高い、おー、顔。顔の高い柔軟剤、なんだろうね。柔軟剤ね、どこの会社かあんま知らないんだよね。なんか、名前だとわかるけど。目覚めた時何やってる？それはそう。夜中だよ。自転車そうだよ。今日は朝から走んないといけない。朝早いの。でも逆に朝早いから。まだね、暑くなる前だからきっと。今日さ、今日家出たの昼ぐらいやったんやけどさ、マジで暑すぎて死ぬかと思った。え、なにこれ？なにこれ？ドライヤーみたいな。自転車こいでたらさ、風当たるけどさ、もう全部が温風すぎてさ、え？ドライヤー浴びてる今？みたいな。マジで。チップス、初音さんいらっしゃい。イロカって何それ聞いたことないかも。調べてみよう。でも柔軟剤もうこれ以上増やしちゃダメだ。今いっぱいある柔軟剤家に。好き、結婚しよう。好き、ありがとう。でも結婚しないかも。結婚はちょっと遠慮しとくね。運動のなそう。韓国語っぽい柔軟剤でテスト。何それ。扇風機もね、もう扇風機とか無理無理。もう冷房じゃないと耐えれない。うちどうしたらいい。頭回転させながら走れば、あ、かもしらん。かかるかもしらん。いや、本当に暑すぎて死ぬかと思った。え、そう、なんか日焼け防止のさ、手につける手袋あるやん。あれさ、なんか去年使ってたはずなんやけどさ、なんか冬使わんけんってどこに収納したかマジで忘れたんよね。泣いた。ビーズも増やさ、それな。ビーズ4種類あって柔軟剤5、6種類あるの本当に良くない。冗談です、冗談でした。クーラー秒で風邪、弱いタイプか。クーラーでいるよね結構。クーラー冷房とか弱い人、何体がそれに対して。うちもクーラーじゃないと無理。早く葵ちゃんの匂いになりたい。じゃあちょっと同じ柔軟剤買ってもろって。この時間帯はまだ涼しい。あー、ちょっと無理だな。冷房ちょっとないと無理だな。生きていけない。だってうち冷房つけて布団かぶって寝てるもん。いや、割とでも起きるとね、布団ポイってしてること多いけど。チョコさん、初音もんさんいらっしゃい。ゆうさんもいらっしゃい。風邪ひくなよ。でもうち冷房で風邪ひくことめったにないかもしらん。そんな詐欺すぎとらんしね。嘘かも。ちゃんと T シャツ着とるもん、うち。本当に限界になったら保冷剤、あー、冷やすやつか。あと冷たい枕とかもある。まさの、あつもさんいらっしゃい。そしたらお休みツイートでさりげなく柔軟剤を教えてね。さすがにお休みツイートに柔軟剤あんのはおかしいやろ。え、でもいつかなんかツイッターに画像載せた気がするな、柔軟剤。今から種付け4時半ごろには食べそう。4時半に食べてんの。バグだよ。おや、フレアフレガランス、フレアフレガランス。あ、でもツイートした時から変わったっけ。いつツイートしたんだろう。なんかツイートしたいよね絶対。見てみようっと。あ、変わってない、変わってない、あんま変わってない。多分こんなもん今使ってんの。レノアハピネス、オードリュクス。多分これフレアフレグランスなのかな。これなんだろう。あとソフランアロマリッチ。あ、ダウニーだね。ダウニーはもう安定よ。あといっぱいのアロマジュエル使ってます。
そう、あれと同じの買おうとしたけど売ってなかったの、売ってなかったの。山梨には売ってないのかもしんない。ドンキとかがね、柔軟剤の品揃えは結構いい。あとね、ダウニー買うなら絶対コストコなんだけど、コストコにそのために会員費を払えなくて泣いた。なんか他にも聞きたい。何なんだっけ、気になって夜しか眠れない。まくび出てんのよ。フレアフレグランス、これフレアフレグランス、わかんないけど、レノアハピネス、オートリュックス、ちょっとね高い。これでも結構ね、ソフランのアロマリッチ好き。最近これ多いかも。なんだっけ、なんだっけ、でっかいあくびをしました。みんなにも映ったことでしょう。眠たくなってきたね。うちの話かもしれん。28日ってさ、鶏の日なんだね。ケンタッキーが安かった。今俺アロマリッチ使ってる。あ、じゃあ仲間じゃん。6時25のしゅんちゃんさん、どうもいらっしゃい。顔は丁寧に、体はまんべんなく、頭はスプレー。収まる？むしろ葵ちゃんが俺の首吸ってた。それはわからん。もうそうかもしらん。違うよな絶対。椿さん、ハゾンもいらっしゃい。シロさん、二度目のほっかにちゃん、え、これだけでわかる。さすがに天才じゃない。うさまるモチベ高いからね。マジでうさまるモチベ高すぎて、早く私はうさまるキャラバンに行きたい。マジで行きたい。本当にどうしたらいい。あれでも桜木町からなんか遠いのが本当に。でもなんか桜木町からさ、地図で見たらなんか細い線みたいな、なんか出てたんやけど、ちょっと誰か横浜のうさまるキャラバンに行きたい。どうしよう。え、ほんとガチ、今のあくびよし、やばい。もあくびの周期が一緒なんよ、それは。一生あくび出るよ、うち今。久々にうさまる見たんだけど、めっちゃ可愛くてね。可愛いよね。うさまるキャラは見てみーね、詳細。マジでね、沼だからあれだって。何、ひもくしみたいなやつとさ、普通のなんだっけ、なんか、くじみたいなやつもあった気がする。なんだっけ、なんかそういうなんかガチャガチャ系がいっぱいあるの、景品当たる余計が別で。しかも食べ物もあるしさ、マジ可愛いって感じだった。あくび映った。みんなうちと仲良し。星野さん、こんばんは。葵の方が飲むんだけど、やったね。マジか、ありがとう。待って、今もな、もう完全にあくびの周期が一致したんよ、すみちゃん。それか、うちがもう電波送っとる。うちがね。真似すんだ。違う違う違う。うちが真似されとる。星野さん、初物ね。いらっしゃい。こんにちは。日本の魅力を、おもてなしの心とエンターテインメントの力を使って世界発信していくアイドルグループ。バンザイジャパンの福岡県の伝道師、七瀬葵です。よろしくお願いします。我慢してるの、あくび。無理だよ。あくび我慢するのは無理だよ。もうあくび止まんないから。今のは映らんかった。あーらー、ちょっとずれた。はあ。
あくびが出るよねつって言ってた。今何分だこれ。ちょっとなんか出なくなりました、時計が。ショールームのアプリ、あ、出た。あとチャージしたら終わろうかなって感じです。てかやべえわね、時間がすごいことになって。お好み焼き2枚くらい、おー、いっぱいだ。絶対にちょっと小腹が空いた時じゃない量作ってる。おや、あと太郎すみ、何、どうした、そういうことか、おやすみちゃんってこと。気づくのが遅くなって悔しい。おやすみちゃん、もうダメだ、もうおやすみちゃん使えんやんけ、すみちゃんにしか。おやすみちゃん天才だ。そういうことだ、そういうことだった。45分だね。わ、ただの馬人間さんもこんにちは、こんばんは、おはようございます。だけどちょっと45分だね、もうそろぼちかなって感じはしています。かわいい、ありがとう、ハゲ。毎日配信28日首が止まりません。最後の方は動体や審議を拒否しなくなって、えらいよ、それはやめて、それだけはやめてです。もうダメだよ、それをするのは良くない。今日 JTB から旅の、あ、ダメだよ、アットマークついてないきゃアウトだね、すみちゃん。それはインスタかもしれん。え、でもインスタってしおりさんそれだったっけ、ちょっとインスタ覚えてないな。水飲みに起きた、あ、夏あるあるだ。前の現場ではゴリゴリに動体拒否してよくないよ、ちん様、仲良くしてね、みんなで。なんだろうな、まあ、仲良くしてほしい。わかんない、こう言うと嫌って人も出てくるかもしんないけど、まあバチバチだけはしないでほしい。ロビンフードさん、発音もいらっしゃい。飲んだのは水じゃなくてトマトジュースだけど、めっちゃ健康じゃないの。おいちゃん推しは平和だよね、みんなで平和でいてほしい、私は願っています、私は。それが一番嬉しい。平和でいてね。そうだな、前の締めの時バッツンバツンわ、うん、そうだった。そうだったね、ほんとバッツンバッツンだった。ちょっとね、平和でいてほしいです。現場に行った時いらない。困惑した。いや、みんながね仲良くしてると私はニコニコするので。ニコニコするのでね、ありがとうみんな。サムライブルーの皆様、アルピオマルでございますのでね、
麻雀中だから部屋割ってみるとピンフって読んじゃう。ちょっとね、最近麻雀もしたくて、麻雀したくてジャン玉開いて、麻雀はしてないんだけど、ショップ見たら可愛いスキンいたから買っちゃったって話。察してくださってありがとうございます。おー、察し、すごかったイメージ。まあでもさ、そりゃ人が集まるところだからさ、そういう、なんだろうな、まあよくはないことではあるけど、仕方ないことではあるとは思うんだけど、そういうことが起きる時もねあると思うけど、あんまり角は立たないでいてくれるとおいちゃんは嬉しいなと思う。まあでもね、そもそも応援してくれる人がいなかったら、バッチンバッチンでも平和でもどちらも起きないからさ。その話が出てるのも嬉しいよ、みんながいてくれるからだねって思うからさ。だってそもそも人がいなかったらそんなことも逆に起こんないから。でもなんかそう、今そうやって平和でいてくれて嬉しいよ、ありがとう。なんでそんなにすぐ課金するん？確かにあの子めっちゃ可愛いけどさ。そうなんだよ、なんかジャンタマのキャラってマジ可愛いんだよね、本当に可愛い。だから麻雀しようと思った。でもなんか理不尽すぎてラストライブでいいな。カサラってやったね、ビデオ流してからね。まあでもさ、むずいよな、仕方ないことではあるだろうけど、そういうことが起きるのは、まあ、世の中いろんな人がいるからねっていう。しかしまさん、こんばんざい。まあでもそれはある意味葵ちゃんの腕マジ頑張る。むずいよな、お前ちょっと頑張る。頑張るわよーっつって。そろそろ寝ようかなと思いますのでね。配信終わろうかなじゃなくて寝ようかなってごめんね。みんなも寝るんだよーっつって、ピンフで行きましょうね、ピンフで行きましょう、みんなでちゃんたく囲んで。全然意味わからんけど。ピンフで行きましょうね、本当に本当にそう。皆さんいつもありがとうってことで、すごいおはげがお好み焼きすくいながら寝てっちゃった。ピンフイペコタニョ、ピンフピンフイペコタニョ、なるほどなるほど。2回読むことによって頑張って理解しようとした葵ちゃんです。葵ちゃん、麻雀強くなりたい。ということで、皆さんよかったら、左上のバナーの方からね、その他の SNS、YouTube、チャンネル、Instagram、Twitter などありますので、ぜひチェックしてみてください。YouTube チャンネル、登録者さんが400人いったら麻雀の参加型配信したいので、みんな広めてくれると嬉しいし、今ね来てくれてる人で初めましての人もまだあまりわからないよっていう方も、よかったらちょっとだけでもね、何かしら Twitter、Instagram、YouTube ね、それぞれ左上のリンクから特色など書いておりますので、軽くちょっと覗いていってくれると嬉しいです。そうそう。
ちんこすぎやもう分からなくてごめん真似でき。麻雀はやってればまあなんとなくはなんとなくはなるほど。ということでそろそろもうね4時になっちゃうから、あれ葵ちゃん4時になっちゃうけどかっこはてなはてなって感じなんですけどみんなも夜遅くというかなんなら朝早くまでね配信ありがとうございました。ありがとうね配信来てくれてみんなありがとうね。ということでまたまた明日の配信でお会いしましょう。おやすみ。ということでみんな来てくれてありがとうございました。また明日また明日以上バンダイジャパン福岡県の伝道師七瀬葵でした。おやすみ。またね。